OECD 各国の雇用者における一般政府部門の割合公務員は国および地方自治体、国際機関等の公務、すなわち公共サービスを執行する職員のこと、またはその身分のこと。現代も使用されている公務員という用語は従来より普通に用いられたものではなく、日本の明治時代をもって行使とされる。1901年からの 第16回帝国議会において、刑法改正案が提出され、この草案の第7条において、公務員と称する者は、監視、行使、法令により、公務に従事する議員、職員、その他職員と定義された。以降、それまで漠然と用いられていた感触でなく、より明確な意味の公務員が使用されるようになる。日本の公務員は、国家公務員と、 地方公務員に分けられる。日本経済の回復によって失業率が低下し2017年度の日本国家公務員総合職試験では志願者が全年度比で6%減少しているそのため特に高い青年層への失業対策で公務員を増やそうとしている韓国から羨む声があるアメリカ合衆国の公務員は連邦政府の公務員州政府の公務員軍 市等の公務員に区分される。アメリカ合衆国の人事行政機関は、人事管理庁、メリットシステム保護委員会、連邦労使関係員、政府倫理庁、特別検察官局である。公務員の採用は原則として空席が生じたときに、個別に応募を行い個別の採用審査で採用される。ドイツでは、公務員は、連邦政府の公務員、州政府の公務員、 市町村等の公務員、社会保険機関の公務員に区分される。ドイツの人事行政機関は、連邦内務省、連邦人事委員会である。公務員の採用は、欠員の状況に応じて、省庁別に採用試験が実施される。フランス・フランスでは、公務員は、国家公務員、地方公務員、国公立医療機関職員に区分される。フランスの人事行政機関は、 行政公務員総局などである公務員の採用は職員群別に採用試験が実施される。イギリスイギリスでは公務員は国家公務員、地方公務員、公営企業体職員に区分される。イギリスの人事行政機関は内閣府人事委員会である。公務員の採用は原則として空席が生じた時に個別に公募または採用試験を実施する。 国際機関の職員は国際公務員というありがとうございます。